ゃんと答えろ。分かった、人の気持ち。今言ったこと本当にそう思ったのか。それ以上のこと。やめろって。それ以上、セルジュ、ザラザラ以上。ザラザラ以上ってなんだよ、説明しろよ。ほらね、個人的にグサッとくると言葉の味は一段と苦いだろ。え、セルジュ、ザラザラ以上説明しろ。ピリピリすんな、今教えてやるよ。例えばあれ、ポーラがタバコの煙を手で払うやり方。タバコの煙を手で払うやり方。そう、タバコの煙を手で払うあのやり方、一見無意味な仕草に見える。どうってことない仕草だとお前は思う。ところがそうじゃない。タバコの煙を手で払うあのやり方こそまさにザラつきの核心だ。それポーラの話をしてるんだよな。俺と人生を共にしてる女だ。聞くに耐えない言葉で。タバコの煙を手で払うやり方が気に入らないというだけで。そう、煙を払い抜けるあのやり方にはっきりと彼女の罪が宣告されている。セルジュ、ちゃんと説明しろ。俺が自制心を失う前にどれだけ深刻なことか分かった方がいい。普通誰でもこう言うよ。すいません、ちょっと煙がとか、灰皿少し動かしていただけませんとか。ポーラは違う。へりくだって喋ったりしない。計算し尽くされた仕草で軽蔑を描き出す、うんざりした仕草。見た目にはそれと分からない手の動きだけど、あれば完全に当てこすっている。